四ツ橋交差点四ツ橋筋は、大阪府大阪市の中心部を南北に走る、主要地方道の愛称である。正式名称は、大阪市道南北線。西横堀川と長堀川の交点に、口の事情にかかっていた四つの橋が、四ツ橋と呼ばれ、そのすぐ西側を走ることに由来する。区間は北駅の一方通行で、元町に交差点大阪駅前西交差点の、 約 4.3km。地下には大阪メトロ4つ橋線が通っている。国道25号、国道26号本線の御堂筋が南行きの一方通行のため、道線の元町に交差点以南から国道2号方面への迂回路となっている。平均的に5車線であるが、両側1車線は有料駐車スペースとなっているため、概ね走行に使用できるのは中央3車線である。 同じ、北行きの一方通行である、堺筋と並び渋滞の多い道路である。主に、日後橋交差点や桜橋交差点を先頭にした渋滞がよく発生する。1908年に大阪市電南北線の不設に伴い、新里橋南津名北の区間が竣工。整流するいく筋もの堀川を縦断する必要があり、不設に際して道頓堀川に深座飛ばし、 堀江川に、何は江橋、長堀川に、西長堀橋、立売堀川に、阿古島橋、阿波堀川にうつぼ橋、京町堀川に伏見橋、江戸堀川に江戸橋が架橋された。なお、深津橋南爪南の大阪市電南北線は、恵比寿町駅から、堺筋と南山通りを経て、南海南場駅前に至り、南場入り堀川にかかる加納橋を西へ渡って、 西岸を北上する経路だった。南馬と梅田を結んだ最初の南北幹線であったが、堀江、下線上経由であり、当初の道幅も渡辺橋以南が八軒、伊北が12軒と現在よりも狭かった。後に1921年発表の大阪市第一次都市計画事業によって、日後橋以南が13軒、伊北が16軒に拡幅されたが、 同時進行にあった島のうち船場経由で24間幅の御堂筋が誕生すると、南馬梅田間の最重要幹線としての地位は、御堂筋に移行した。1916年には、大阪市電南馬木津線の付設に伴い現在の大阪市立南馬元町小学校前以南の区間が、竣工。市電の南北線と南馬木津線は、南馬入り堀川に架か,かる千日前通りの橋であった。 にぎやか橋に沈めにあったにぎわい橋駅で接続していた。1963年に大阪市電南北線、南波木津線が廃止され、1965年には南波元町小学校前から深里橋南詰めの区間が地下鉄南波元町駅設置に伴い進行。1970年に全線、北駅の一方通行となった。 道島川にかかる渡辺橋の東南田元より、ありがとうございます。